秋田市社吹奏楽部レールウェイミュージッククラブです。私たちのバンドは昭和20年の終戦直後に文化向上の一環として創部され、今年で74年目になります。現在はビッグバンド編成で、主に会社のイベント出演や各地で行われる行事への参加、施設への慰問演奏などを行っています。メンバーは駅員や乗務員をはじめとする JR グループ会社のさまざまな系統の社員で構成されております。ジャズから演歌までさまざまなジャンルの曲に挑戦しています。私は本日曲紹介を務めさせていただきます、トランペットパートの高橋です。2年前まで大館駅で切符の発売や改札の仕事をしており、今は車掌として働いています。本日はよろしくお願いします。さて、本日1曲目にお送りした曲は Take the A Train、 A 列車で行こうでした。ジャズの定番のこの曲はアメリカのニューヨーク市地下鉄がモチーフとなっています。鉄道に関係した曲ということで、本日の大館エキサイト最初の曲に選ばせていただきました。2曲目にお送りする曲は Omens of Love です。こちらも吹奏楽の定番曲なので、聴いたことのある方も多いかと思います。それではお聴きください。
オーメンズ・オブ・ラブをお聴きいただきました。さて、先ほどジャズから演歌までと紹介させていただきましたが、ここからはボーカルも入れてしっとりお送りしていきたいと思います。次にお送りするのはマドンナたちのララバイです。1982年にリリースされた岩崎宏美さんの28枚目のシングルです。歌いますのは当バンドのボーカルでユープラザ弘前駅勤務の日陰和歌子です。それではマドンナたちのララバイお聴きください。さあ眠りなさい、疲れ切り
とうございます。マドンナたちのララバイでした。さて、先ほどのバンド紹介で私たちのバンドは様々な系統の社員が集まっているとお話ししましたが、メンバーの出身地も様々です。今日の参加メンバーの中にも大館市出身者がおりますので、ご紹介させていただきます。1人目は私の隣にありますトランペットの工藤です。大館市の出身です。そしてもう一人が先ほど登場しました当バンドのボーカル日陰です。大館市中道の出身です。以前大館駅のビュープラザで働いていた経験もあります。今日いらっしゃっているお客様の中にはもしかすると2人のお知り合いだという方もいらっしゃるのではないでしょうか。それでは次も懐かしの名曲をお送りしたいと思います。続いての曲は1986年にリリースされましたテレサ・テンさんの時の流れに身を任せです。それではお聴きください。時の流れに身を任せをお聴きいただきました。次でボーカルと一緒にお送りする曲は最後になります。
続いての曲は人とようさんの花水木です。カラオケランキングでも常に上位に入る人気の曲です。それでは花水木お聴きください。最後の曲になります。最後はやっぱりエキサイトということで鉄道に関係する曲で終わりたいと思います。当バンドがテーマ曲にしている曲の銀河鉄道39をお聴きいただきたいと思います。途中各パートのソロにもご注目ください。本日はありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあアンコール1曲だけポール・アンカのヒット曲でダイアナという曲をお聴きいただきたいと思います。本日は本当にありがとうございました。吹奏楽部 RMC の皆さんでございました。アンコールにもお答えいただきました。さあ心なしか皆さんちょっと急いでらっしゃいます。電車で帰るということでさすが JR の皆様でございます。この後の多分2時9分の電車かなみたいな感じですけれども、気をつけてお帰りください。素敵な音楽を大館駅に残してくださいました。どうぞ大きな拍手を。はい、ありがとうございました。乗り遅れなどございませんよう、ご注意ください。はい、さあこの後ですけれども、2時から生ハゲ太鼓の演奏になります。
さあ小さいお子さん連れのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、ね、たくさん来ていらっしゃいます。どうぞぜひ前の方でご覧いただきますようお願いいたします。